こんにちは、ポジティブジャーニーです。今日は特別なエピソードです。モチベーションがちょっとだけ下がっている、あるいは何か新しいことを始める勇気が必要な時、偉人たちの名言に力を借りるのはいかがでしょうか。この動画で過去と現代の偉人から学べる名言をいくつか共有します。この動画が終わる頃には、きっと皆さんの心に火がついていることでしょう。マハトマ・ガンディ、Be the change you want to see in the world。この言葉は、自分自身を変えることで、周りも変えられるという、強力なメッセージです。マリー・キュリー、Nothing in life is to be feed, it is only to be understood。科学だけでなく、人生においても理解する力がどれだけ重要かを教えてくれます。スティーブ・ジョブズ、Your work is going to fill a large part of your life.And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. 人生において働く時間は長い。だからこそ、自分が信じる仕事を見つけることが重要です。マリア・モンテッソーリ、The greatest sign of success for a teacher is to be able to say, The children are now working as if I did not exist.教育は人が自分自身で考え、行動する力を高めるものであるべきです。ネルソン・マンデラ、It always seems impossible until it's done. 困難な状況でも、最後までやり遂げることで可能性が広がります。ルーズベルト、The only thing I have to fear is fear itself. 恐れるべきは、恐れ自体です。恐れを乗り越える勇気が必要です。マーティン・ルーサー・キング・ジュニア、Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. 不正が存在する場所があれば、それは全体に影響を及ぼす。社会全体で正義を求めることが重要です。ハーバート・シャピロ、The price of excellence is discipline. The cost of mediocrity is disappointment. 成功とは日々の積み重ねがもたらすものです。マザー・テレサ、Not all of us can do great things.But we can do small things with great love. 偉大なことをする必要はありませんが、小さなことでも愛情を持って行えば、それは価値があります。以上が私が選んだ偉人の名言です。どの言葉も、生きる勇気、働く意欲、愛、平和、教育に対する真剣な思考を刺激するものばかりです。それでは、今回のエピソードはここで終わります。もし動画が気に入ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そしてコメント欄で皆さんが感じたことや他に聞きたい偉人の名言があれば教えてください。次回もポジティブジャーニーでお会いしましょう。